僕、馬場光雄は今、35歳、二人の男子と、妻と共に暮らしている。僕たち夫婦は共働き。やんちゃな子供たちのせいで、毎日が慌ただしく過ぎていく。妻は、日曜も仕事があるので、妻のお姉さんが家事を助けてくれる。妻のお姉さん、ゆきえさんは49歳、38歳の妻とは、歳が離れている。ゆきえさんは3年前に離婚したそうで、今は、ご両親と3人で実家暮らし。僕らに比べて、時間に余裕があり、うちの子たちの面倒も、よく見てくれる。元気でいい子たちね。私も、こんな子供が欲しいわ。子供ができないまま、離婚したこともあるのだろう。ゆきえさんは、うちの子たちを本当に可愛がってくれている。そして、僕に対しては、私からしたら、みっちゃんも入れて、三人兄弟みたい。と、異性というより、親戚の子供みたいな感じに思われているようだ。とある日曜日、僕は、妻から一つ、お使いを頼まれた。お使いを依頼してきたのは、ゆきえさん。妻の実家のパソコンが、調子が悪いので様子を見てほしい、ということだった。妻は、仕事で見に行けないので、代わりに行ってほしい、と頼まれた。義父、義母に、孫の顔を見せる、いい機会になると思い。僕は、心よくお使いを引き受けた。お昼前、子供たちを連れて、妻の実家に到着した。あらー、いらっしゃい。玄関を開けて出迎えてくれたのは、ゆきえさんだった。ゆきえさんも、お父さん、お母さんも、明るく迎え入れてくれた。今日の守備は、こうだ。僕とゆきえさんがパソコンを見ている間、義父、義母と子供たちは、お出かけ。4人とは、夕食前に合流する流れになっていた。父さんも、母さんも、孫とお出かけだ、って、来る前からはしゃいでたのよ。パソコンを触る僕に、話しかけてくれる、ゆきえさん。僕にとっても、なんだか心地よい時間だった。想定より早く、パソコンの修理が済み、僕たちは、昼食をとることにした。お疲れ様、ありがとうね、ちょっと早いけど、飲んじゃおう。お昼ご飯を用意してくれたゆきえさん、しかも、ビールも冷やしてくれていた。お出かけ組との合流までは、まだかなり時間がある。僕たちは、お酒を飲みながら、のんびり過ごすことにした。妻は、お酒を飲まないが、ゆきえさんは、結構いける口だった。一緒に飲んでくれる人がいることで、いつもより、ハイペースでお酒が進んだ。ふと、ゆきえさんを見る。彼女は、ジーンズにノースリーブという、ラフな格好を、していた。ゆきえさんは、俗に言う、ナイスバディ。似た者姉妹でも、胸だけは、控えめな妻とは、似ても似つかない。そんなゆきえさんが、あまりに薄着で、無防備で僕に接してくるので。僕はついつい、彼女の胸やお尻に、視線が向いてしまっていた。その後、飲みすぎた僕は、ソファーに寝て、休んでいた。気がつくと、さっきまでテーブルの向こうにいたゆきえさんが、僕の横に、座っていた。光雄さん。普段は、みっちゃん、と呼ぶのに、なぜか、名前で呼んできたゆきえさん。妹とは、仲良くやっているの？僕は、思わず聞き返した。いや、何か、欲求不満なことでもあるのかな、と思って。なんでですか？今日、光雄さんが来てから、私のお尻や胸ばかり見ているから。まずい、
視線がバレてたのか、僕は一瞬、ドキッとしたものの。その動揺は、ゆきえさんが続けた言葉に、飲み込まれてしまった。こんな、50手前の女なんて、見る価値もないのに。そんなことないですよ。思わず声を、荒げてしまった僕。ゆきえさんは、年齢関係なく、魅力的な女性ですよ。お上手ね、こんなおばさん相手に。でも、もし三尾さんの言う通りなら。こうして、独り身ではないでしょう。離婚してから、ずっとご無沙汰なのよ。普段の明るさからは想像できない暗いトーンで、彼女は吐き捨てた。何か言わずにはいられなくなった僕。僕が独身なら、放っておきませんよ、ゆきえさんのこと。僕が言い終えると、ゆきえさんは僕に、顔を近づけてきた。もし、今の言葉が本心なら、寂しい私を抱いてくれる？僕がうなずくと、ゆきえさんは覆いかぶさるように、キスをしてきた。そのまま気づけば、夕方になっていた。そろそろ出発しないと、夕食の待ち合わせに遅れてしまう。僕たちは、会話も交わさずに、おもむろに服を着始めた。そろそろ行こっか、みっちゃん。服を着終わった時、ゆきえさんはいつものゆきえさんに戻っていた。その後の夕食には、仕事終わりの妻も合流して、明るく、愉快な食事会となった。僕とゆきえさんは何事もなかったかのように振る舞った。翌日、僕が会社で仕事をしていると、携帯に着信が入った。それは、ゆきえさんからの電話だった。もしもし、ゆきえです。ゆきえさんはいつものトーンではなく、昨日のあの時のトーンだった。どうかされましたか？ねえ、三尾さん、昨日のことなんだけど。僕は、ゆきえさんが言葌を紡ぐのを、待った。昨日のこと、あれっきりにするの？それとも、また、してくれる？まるで、恋人に囁くような声の、ゆきえさん。それに対して、つい意地悪したくなってしまった僕。ゆきえさんは、どうしたいんですか？意地悪ね、あたし、すっかり火をつけられちゃったわ。その後、適当な、お使い、の名目を打ち合わせて、電話を切った。今度の日曜日も、お使い、で、妻の実家に行くことになりそうだ。僕は、お使いの時だけ、みっちゃんから、みつおになる。僕とゆきえさんの、機密の関係。この関係は、どうやらしばらく、続きそうだ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。本日の物語はいかがだったでしょうか。また次の物語でお会いしましょう。感想など、コメントいただけたら嬉しいです。